さてさて、夜の竹芝ですけども、はい、さて今回は、はい、伊豆大島に行きます。今回の島は伊豆大島、行ってみたいと思いますので、はい、東京もしますからね。じゃあ今回も旅行ってみましょう。行きましょう。すいません。今回泊まってんのは特に透析2段ベッド、めっちゃ快適じゃねこれ。6時間ぐらいかなかけてきました。伊豆大島す、伊豆大島到着。おはようございます。おはようございます。さてやってまいりました。ここどこでしょう。はい、伊豆大島にやってきました。はい、夜船出ましてね。はい、ここまでどれくらいですかね。だいたいフェリーで7時間弱ぐらいです。ですかね。はい、いや、やっと来たかった伊豆大島来れましたんでね。はい、はい、ということで今回はここ伊豆大島をちょっと巡ってみたいと思いますので、はい、では今回も旅行ってみましょう。行ってみましょう。今浦砂漠に向かってます。ほいほい。まあ伊豆大島といったらまずここっすね。はい、地球じゃないみたい。この足元がね。ね。うん。もう足元。いや誰もいない。誰もいない浦砂漠。これすごいね。すごいよね。うん。普通のね、通常の砂漠とはね違って色が黒でね。はいはい。すごい、またそれが異世界感があって。うん。ね。すごい異世界があるよこれ、うん。日本で唯一の砂漠、すごいです。いやいい景色だこれ。ね、来てよかったねこれね。来てよかった。うん。いや、めっちゃ綺麗だねこれ。めっちゃ綺麗。やばい、すごい景色だよね。はい、もう一面浦砂漠が広がっていて、はいはい、そしてすぐこちら側にはね三原山があって、これね、もう素晴らしいです、はい、景色。後ろはね海が見えるし。やばいね。本当にすごい地形で、なかなかねこんな景色見られません。見られない。本当に感動してます。空が青いのいいよね。うん、気持ちいいね。うん、何の実なんだろうね。ね、木からもいっぱい生えてるけどずっと気になってる。これ何の実なんだろう。何の実なんだろう。知ってる人いたら教えてください。展望台までは入り口から 500m です。
はい、後ろに見えてるのが、はい、筆島です。あの小さく見えるやつですね、はい、うん、この島、はいはい、成り立ちがとてもユニークで、はいはい、数十万年前までは、うん、あの筆島自体が火山島としてもっと大きくて活動してたんですね、はいはい、火山活動が終わって、はいはい、侵食を受けてかなりちっちゃくなっていったところで、うん、伊豆大島の火山島ができてそれに飲み込まれたらしいです、はい、で一回一つの島になったんですが、はいはい、最終的にまた削られてって今の姿になってます。めっちゃちっちゃくなってるじゃん、はい、すげえ。でも、うん、かなりもう歴史の古い火山島ということです。へえ、うん、火山島なんだあれ。ねえ、切断面です。すごいですね、うん、こちら通称バームクーヘンと呼ばれております。まさにまさにです、うん、こちらはなんと、うん、1万5000年もの間の地層の記録になっております。すごいねそれ。はい、ロマンだね。ねえ、もうたどれませんがすごい長い間です。このモニュメントめっちゃ印象的。シナモリメンの塩です。おすすめだそうです。いただきます。あの島のりいっぱい乗ってます。ちょっと海苔だけいただきます。美味しいです。あっさりしててそれだってコクがあってとっても美味しいです。餃子です。夏汁がたっぷりだそうです。いただきます。肉汁いっぱいでとてもジューシーで、お肉柔らかくて美味しいです。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ラーメン寄道さんのラーメン、うん、あの島海苔がとっても塩味に合ってて、はいはい、とっても美味しかったです。めっちゃうまだったね。はい、餃子の方もねまるで小籠包のような肉汁がたっぷり出ててとても美味しかったので、ぜひね伊豆大島来たら訪れてみてください。向こうに見える2つの島は何でしょう。あれわかりません。誰か教えてなんか Google マップで出てこないんだもん。あ、でも鹿児島なのかな。ここは赤っぱげです、はい、こちらは約3400年前にマグマが勢いよく噴き出して、はい、そしてその噴火によって降り積もったものでできた丘です。両側に赤い壁ができてる感じですね。はい、うん、すごい独特の風景ですね。サイドは海もあってね。ね、夕日の名所みたいですよ。綺麗だよね。はい、ということでここどこでしょう。はい、東式海岸にいます。後ろ結構な断崖絶壁ですけどね。はい、うん、三原山の噴火で流れ着いた岩がゴロゴロ転がっています。お、結構ね地層も見えますしね、はい、不思議な雰囲気ですね。はい、ちょっと雲多めで今日は夕日見れなかったですけどね。はい、うん、いい感じですね。さてそろそろお腹も空いてきましたからね、食事食べに移動しましょうかね。はい、はい、じゃあちょっと移動しましょう。行ってきます。本日の夕食は割烹市松さん、行ってみたいと思います。
待ちに待った夕食です。本日はどこでしょう。はい、割烹一松さんです。めちゃくちゃ美味しそうだね。めちゃくちゃ美味しそうです。こちらから、はい、足束と島のり炒め、はいはい、まさに伊豆大島の名物ですね、はいはいはい、でこちらが室味たたき揚げ、はいはい、伊豆大島名物べっこう寿司、はいはい、でこちらが和風グラタンで、はいはい、こちらはかぼちゃとさつまいもを使っているそうです。じゃあいただきましょう。いただきます。下場と島のり、はい、いただきます。違いないです。マジ。うん、この2つとっても組み合わせがあります。この照りがね、最高です。そうね。うん。よくタレが染みてて、うん、とっても美味しいです。やっぱり京寿司の特徴なんですけど、はいはい、お白身魚を唐辛子醤油に漬け込んでいて、はいはい、少しねピリ辛な味になっています。室味たたき揚げ、はい、揚げたてで、はい、味がよく染みててとっても最高です。美味しい和風グラタン、私これすごい楽しみだったんです。グラタン好きなので。いただきます。めちゃめちゃ美味しいですこれ。マジ市松さん来たらこれ絶対頼んでください。このチーズの香りと、はいはい、パンのふんわりと、はいはい、あと柔らかくかぼちゃとね里芋煮てあるので、はいはい、まさに和風グラタンで、これ本当に優しい味でめちゃめちゃ美味しいです。自家製の味噌を使った味噌きゅうりです、うん、これちょっと手でいっちゃってもいいですか。はい、お味噌とっても美味しい。カンパチカマ塩焼きです。めっちゃ柔らかくない？ほら、わっわ塩の味よく効いてて、はいはい、味が濃厚で、はいはい、とっても美味しいです。やってまいりました。待ってました、うん、お作りの盛り合わせ、はい、今日は、はいはい、カンパチ、メダイ、サビセゴシ、マグロ赤身だそうです。どれも色がやばいな。マグロ赤身です。新鮮すぎるでしょ。もう口の中でとろけます。マジめちゃくちゃ柔らかい。メダイですね。えぐい、はい、うん、すごい厚みがあって、はいはい、めちゃくちゃ新鮮で、はい、もう身が締まってます。サビセゴシですかね、うん、見たことない。白身なんだね、うん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 、皮に近い方が少しコリコリってするけど、はいはい、身はすごい弾力があって、はいはい、めちゃくちゃ美味しいです。私カンパチも大好きなんです、はい、いただきます。油乗ってます。美味しい。大満足でございました。とっても美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。とても美味しくて大満足です。大満足ですね。ごちそうさまです。ごちそうさまです。今日の朝ごはんはこちら。朝から元気出ます。見て、まるでスイカ。おはようございます。おはようございます。はい、伊豆大島の旅2日目です。はい、宿泊させていただいたブックティーベッドさん、中がとてもおしゃれで快適なお宿でした。めっちゃ過ごしやすかったですね。はい、さて本日はどうしますか。はい、今日は三原山に行きたいと思います。昨日行けませんでしたんでね。はい、さてじゃあ今日は三原山中心にちょっと回ってみたいと思いますので、はい、では本日も行ってみましょう。行きましょう。
最初の場所ここどこでしょう。はい、千頭の切り通しです。すごいね。ねえ、うん、すごくね、あの木からねパワーを今いただいてますが、はい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 、すごい生命力を感じますですね。はい、うん、そしてこちらあのまるでラピュタの世界とね言われています。この両側の木がすごいよね。はい、こういう雰囲気ある場所好きっすね。ね、いい場所ですわ。元気をもらいました。はい、昨日に引き続きここはまたまた来ちゃいました。浦砂漠ちょっと雲多めだけど、うん、これはこれで幻想的ね、うん、すごくね雲がね本当に流れていく様子がね、はいはい、素敵ですねですね、うん、でたまに見える青空がね、うん、またいい感じですよね。ね、うん、もう本当にねここは素晴らしいです。すごいよね、異世界です、うん、本当ね地球じゃないみたい、はいはい、すごい、なかなかないので、はい、もうぜひ皆さん来てみてください。来るべきだ ね。いや今回来てよかった場所、本当に来てよかったです。いやこっからの景色綺麗だね。ね、ハブ湖が見渡せるようになってます、はい、めっちゃいい景色ですよね。うん、日も差してていい感じだね。うん、あそこね古い町並みが広がってるようですよ。はいはい、ね、これ海やばくない？海めっちゃ綺麗。びっくりすね。本当にね、シュノーケルやりたかったね。こんな知らなかったな。ねえ。透明度やばいよね。そう、上からね、魚が見えます。この透き通り感やばいよね。そう、カラフルな魚が泳いでるの。めっちゃ一緒に泳ぎたい。これ、もう一回来るしかないっしょ。ねえ。やばいっすね。やばい。これからラスト。
ラストは、はい、三原山です。天候の回復を待ってたんだよね、今日はね、うん、天気予報を見て午後の方が天気いいなと思ったので、うん、待ってました。さあ頂上は晴れてるでしょうかね。はい、ということでやってまいりました、ここはい、三原山です。めっちゃ今日は綺麗に見えてますね。ねー、うん、天気がとっても良くなりましたですね。はい、ということでちょっとハイキングしてみましょうかね。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。行ってきます。河口向かって行ってきます。はい、ちょっと雲多めだけど、まあまあ、何なんだろう、あの人。走ってる走ってる。噴火した時のシェルターかな。でも舗装されてるからね。そうね。めちゃくちゃ登りやすい。うん。山頂まで。320m。坂がちょっとね、急になります。だね。山頂まで。あと200m。息縮まったね。ね。頑張ろう。はい。お、来た来た。あと100。頑張ろう。はい。頂上まではだいたい20分ぐらい。はい、頂上着きましたね。頂上着きました。はい、すごい景色だね。だね。ちょっとね、河口とか歩きたいと思います。はい、行ってみましょうかね。はい、一気に芝が変わったね。うん。山頂中央河口、河口が全部見える。いや、これ本当すごいね。本当にすごい。あ、素晴らしいです。下まで全部見えるしね。ねえ、こんな景色なかなかないです。ないですね。で、下の方から噴煙も上がってて、はいはい、生きてるんだなって感じます。なんか緑も生えてさ、素晴らしい景色ですよね。素晴らしいです、絶景です。さて、船の時間迫ってるんで、はい、ダッシュで戻りましょうかね。はい、はい、戻りましょう。はい、最後にね、本当に素晴らしい姿を見れたのでよかったです。ですね、うん、青空に映えるね、綺麗だね。はい、ということで港帰ってきました。はい、はい、あっという間の2日間でしたが、伊豆大島、本当にね、ここでしか見れない景色がいっぱいあって、もう最高でした。素晴らしかったですね。はい、自然満載でね。ね、はい、都内からすぐなので、はいはい、皆さんぜひ訪れてみてください。本当来た方がいいよね。はい、島っていいね。はい、ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。